にします次にしましょう。そうですね、後で話しましょう。そうですね、そうしましょう。じゃあインディについて、人工知能が本当に出来上がったらそれを本当に実験のように扱ってしまっていいのか。所詮コンピューターですね。ですから、どうしようもないな感情で、完全に感情で。でも今は所詮コンピューターって言い切れるんですよ。でも果たしてそれが自分のことを認識して名前で呼んでみたいなことを始めたときに、どの段階でコンピューターがなくなるんですか。それは知能と何かっていう。でもそれって結構ただのインターフェース だけの問題で考えてみてほしいんですよ。それがなんかこういう反応があったらやっぱ知能というか愛着が湧くなっていうような記録だと思います。記録、思い出。もユーザーがもうなんか愛情を持ったらそんじてさっき感情の話ばっかりなんですけど、例えば Siri とかも自分あの Siri は別に人工知能組み込まれてないのに名前とかで呼ぶし自分のデータを覚えてくれるんだけど、それも入るんですかね。愛着湧いてる方もいますよね、シリーみたいな、うん、本当にシリー話しないとなんでたまにくだらない話に付き合ってくれる、うん、今所詮コンピューターですかね。シリーにとって一番そのコンピューターと生きれるというかその分けられるところは、例えば人間、新しい人に会う、あのその人と仲良くなれるかどうかは自分のその要求だけじゃなくて、その相手も自由があるんですね。その自分の覚えてくれるか自分と仲良くしてくれるかとか、そういうこう自分の意思を持ってあのまあ仲良くしてくれたとかっていう感じがあるんです。コンピューター例えばそういうシステムを作って、その自分を覚えてくれるシステム作って、それはなんかそのシステムに自由がないんですね。なんかそのシステムは完全に、まあ、自分の覚えろとか自分のに優しくしろってそういうことがプログラムされてるから、もうそのシステム意思で自分の覚えてくれてるってわけじゃなくて、誰に対してもそうするんですよね。もう完全にそれが命令が組み込まれてるから、自分あのそこは人間と一番大きい違いだと思います。はい、どうぞ。誰にでも優しくしてるする人はいると思うんですよ。でもその人にも苦手な人いるんじゃないですか。だからこの人が怖いとか関わりたくないとか、どんなに優しい人にもやっぱりその優しくするかどうかはその人の判断ですね。でもあれですよね、要は AGI 作るってその判断も自分でできるようにするということですよね。うん、そう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 。だからそのシステムは自分でその判断をして、例えばそのシステムを買って、必ずしもそのシステムが自分を覚えてくれて優しくしてくれるではなくて、その AGI にあの自分を拒否する可能性もある、その意思も組み込まれてないと人間と同じようなあの意思を持っているシステムだと思えない、認識できないですね、個人的に。結局どこまでプログラムさせるかっていう話にもなるのかなとは思うと思うんですけど、どこまでプログラムしていいかみたいなところも倫理かなって思いますよね。逆に言うと、逆というか、これ以上をやったら人間、あまりに人間地味すぎるから、それって人間地味すぎるっていうことは振る舞いにかなり人間に寄ってきてる、だから倫理が必要になってくるってことじゃないですか。でもそれじゃなくて、もうここまでしかやっちゃダメだよってラインを設定して、もう倫理を考えなくするっていうのも一つの考え方なんじゃないかなって今さっき聞いてて思いました。もうこれ以上は、さっき申し上げたように機械も嫌だなって判断ができるできないじゃなくて、もうなんでしょう、そこまでいかないシステムにするというか、今だからクローンと同じような議論ですよね。作れるけどやっちゃいけない、そんなどこになってくる、まあ、それがどこまでかっていうのもすごい難しいと思うんですけど、こう嫌なことって、ま
自分の体に危険が及ぶことに対する防衛だと思うので、それをまあ自分で学習していくっていうことの機能自体をそもそもなくすっていう方向性がないと、多分そこの嫌だとかその感情を育てない、なんかならないと思うんですよね。だからすごく難しいなと思ってて、いろんな環境に適応させていく上で、おそらく感情に近いような機能でその良し悪しの判断ができるものは実際に必要なんじゃないかなとは思って、リミットの課題ですね。そこだけはいつまでもルール化とかになるのかなとか、結局リミなんてのもその時代を生きてる人たちの相違でしかないので、そうですね、うん、それこそないうちにやっちゃったもん、マジみたいな。そうですね。そうです。言い方はすっごい悪いですけど。いやいや、うん、今しかできない。やっちゃえって。それが吉と出るか、凶と出るか。それなかったことにされそうですけど、そういうのって。すごい作ってみたのが、人に嫌うロボットっていうのをすごく作ってみたくて、うん、何かちょっとでも嫌なことをしたりすると、その人を嫌ったり、攻撃しなくてもその人に近寄らないとか、うん、そういうような形にしそうでいいんですけど、そういうのを作ることで、うん、なんか人間がそのロボットにどういう感情を起こすんだろうとかっていうのをなんかすごい作ってみたい。確かに好意的な人工知能ばっかり作ってます。そうそれってでも人工、実は人工知能の発展を妨げてるんじゃないかなと思っていて、誰に対しても好きな好意的な感情を抱くロボット、ちょっとおかしくて、だって攻撃されて嫌なことされたりとか壊されるかもしれないっていうのに対して防衛本能が働かないので、そこはやっぱロボットの影響をいつまでもいけないなと思っている。所詮多分、まあ、そういうシステムを作ってもあまり売れないというところがあると思います。確かにそれがなんか金銭的なのが多いと思います。例えば人間の脳をアップロードできるようになったら防衛本能働かなくなるんですか。アプロ機械とか、要は自分の知能とか意識が絶対破壊されない状況になったら、逆に人間はどうなるんですかね。体壊されても大丈夫。大丈夫。あ、でも確かにプログラムレベルで破壊されるっていうところを踏み込めと、例えばその、なんだろう、その、まあ、物理的なレベルで体が破壊されないかもしれないけど、その要はデータの消去ですね。そうデータ消去。じゃあデータの消去に対する恐怖って、プログラムしないと生まれないんですか。そう、あ、どうですかね。すごい本能的なところで、なんで死にたくないと思うんだろうとかっていうのはありますよね。でもちょっと思うのは、親とか見てると意外と死にたくないって思ってないんですよ。もちろん生きてに越したことはないんですけど、なんか自分の遺伝子を残せたか残せてないかで多分生存に対する欲求って違うような気がしていて、子供を多く産んでる人ほどなんか幸せそうでもう満足してるみたいなことを言う人の割合が多い気がするんですよね、なんとなく。でもやっぱりその死んでもいいやって思う気持ちと死なないっていうのはアコールじゃないような気がしていて、やっぱどこかで死ぬ、生きるだったら生きるっていう方向を選択し続けるから一般に生きてるっていうところがやっぱりあると思うんですよ。じゃあなんでその生きるっていうところを選んでるのか、なんか悪いことがあって自分って失敗したんだなとか、なんか思ったりすることもあるじゃないですか。その瞬間に全部自分別に死ぬって選択肢も常にある中で、そうじゃなくて生きてるから、本能的ですね。あ、これだけにあったんですね。いや、でもこれじゃないので、あ、Wi-Fi ですか。アイラブオープンソース。アイラブオープンソース。はい。小文字で全部スペースなしで。英語ですね。はい。アイラブオープンソースで。これがまたいいですね。リアル感が、やっぱりその生きていたいって気持ちは多分 DNA レベルでコードされてますよね。多分プログラムなんじゃないですか、それは。最初からもう生きるっていう目的をコンピューターに与えるというか、そうですね、自己複製じゃないですか。
なんか利己的な遺伝子っていう本ありますけど、うん、ありますね、うん、要は DNA は自分のコピーをたくさん作りたいだけなんですよ、はいはいはい、それを残す手段としていろんな種ができたりとか人間みたいに知能を持ったやつが現れたりとかしただけであって、だからいやちょっと思ってたんですけど、これあんま言ってないんですけど、バッシングされそうだから、いや実はあの自己複製することに最適化したプログラムをインターネット上に置いたらそいつ勝手に進化するんじゃないかって気がしてて、あそれはそうだと思います、ウイルスじゃないですか、そういやでもウイルス表現すごく的確で、まあ、確かにウイルスで、なんでそれが的確かっていうと、ウイルスってそれだけでは複製できないじゃないですか、要はホストが必要なんですよ、うん、でこの場合我々生物の場合はそのホストが実際の細胞なんですけど、コンピュータウイルスの場合はコンピューターですよ、でそのウイルスが自分でコンピューターを作り始めた時が多分ウイルスじゃなくて生物になった瞬間かなと思って、なるほどだ実は人間を超える知能っていうか知能を作る最短経路って実はその最小セットのプログラムを作って自己進化させることなんじゃないかっていう、で多分そのインターネット上で生き残る上で、あの、まあ、ホストのコンピューターに侵入しないといけないじゃないですか、うん、でも明らかにウイルスのような挙動をすると発作排除されるわけですよね、はいはいはい、つまりトロイの奥歯みたいなこういう形態を取るわけですよ、でかつさらに自分自身を広めるためにやっぱり人間の言葉というのを理解しないといけないので、それも勝手に学習するような気がするんですよ、どうですか普通にありえそうで、こうそれは怖いなと勝手に自分のパソコンの中に自分の言葉を読んで勝手に創生とするとか、そういう人すごい気持ち悪い、自分の不気味の旅みたいな、ちょうど他人の発表終わった、今日の不気味が分かんないですね、もしかしたらそういうプログラムがもう、うんうん、世の中がっていう、もうあるんです、あると思います、あるかもしれない、うん、ありそうですね、実験としてすごく面白いですね、うん、だから、あ、なんだっけ、あのアメリカで一時期すごく問題になったワームがあるじゃないですか、あ、何ワームでしたっけ、ね、ハートブリードのやつじゃないですか、いや、じゃないです、うん、もっと古いやつ、インターネットができたぐらいに流行っちゃったやつで、うん、あれはでも明らかに計算機に負荷をかけてたから駆逐されちゃったんですけど、計算機の性能が上がりましたか、いやだから実は自分のプログラムをより多く要は情報じゃないですか、で DNA も情報なんですよ、だから自分の情報をより多く残すプログラムっていうのが実は最も高度な知能を持つじゃないかっていう、確かに生命に近いと近いんですよね、それはそれどっちかっていうと生物を作るに近いんですけど、いろいろアウトです、まあ、倫理的にはあるです倫理的にはね、だからあんまり言わないんですけど、どっかでなんかインフラネットとかも完全に閉じてるそういうネットワークを作って、その中でそれをあの、いやその中だと進化しないと思うんですよ、要はそれはあのヤングの実験と一緒で、あ情報があまり更新化されない、されない、すぐにそれに最適化されてしまう、やっぱり動的な環境じゃないといけなくて、だから取捨選択じゃないよ、自然選択ですか、じゃあ、適所生存と自然選択が働かないといけないので、うん、分かった、深層ウェブに、まあ、それは一つの手だと思いますでもそうするとたぶんやばい、まあね、それは確実にやばい方向に進化しますよね、絶対やばいんですけども深層ウェブの悪いことかも壊すかもしれないですね、うん、いや、ディープウェブはやめといた方がいい、ダークウェブとかでああいうのを放置されたらでもやっぱり人間並みの知能ができたら、本当にできたら多分倫理観も考えないとですよね、うん、っていうか人権をどうするとか、なんかまだあんまり現実的ではないんですよね、ドローフェアとか何ができるのかなとか、人そのものを作ろうとするのって、まあ、やっぱちょっと今だとまだそんなセンスが悪い方向性だと思うので、いつできるかわからないですけど、今日
意外と知って面白かったのが、人間そのものを作りたいっていう人ばかりじゃないっていうのが結構、うん、人間と違うものを作ってそれ人間との融合システムにするとか、やっぱりふわっとしたのに人工知能って人間自体も人間いっぱいいるからいいんですよ。そう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 、それはもう面白くないですね。いらないんですよ、もう人間は実験体としてもやっぱり執事欲しくないですか？はい執事はいらないな。いやもう欲しいよ、欲しいですね、執事、うん、最近オンライン秘書とかを使い始めたんですけどおオンライン秘書、オンライン秘書なんか普通にお金払って人間に頼む感じなんですけど、うん、あれがもう普通にコンピューターに任せられるんだったらすごい楽だなと思って、うん、っていうのはあるんですよ、ね、うん、調べておいてとかこの辺やってます。AI 秘書、AI 秘書いいかもしれないですね、うん、アレクサみたいなシステムとかかな。アレクサ、アレクサなんかね、あのカリフォルニアで、まあ、シリの、はい、あのちょっと高度なバージョンみたいなのが作ってあって、それ話しか普通に話しかけていろいろこうインターネットからの情報も取り出したりするし、はいはいはい、音楽も流してくれるし、はい、あの携帯の中に収納されてなくて、もうこういう単独なあの機械の中にあって、自分のスケジュールとかもあの天気とかもあの教えてくれるし、多分結構秘書的な役割もあの知るはずですね、勤務予定表とか。その辺は普通に今後発展しそうだね。はい、ちょうど5時になります。なんか最後にキリですね最後にじゃあ一言ずつ、いや見ます。なんか締め的な一本締め、今日一本締め。次回は生放送で。次回は生放送。怖い。じゃあ怖い。言ってください。じゃあ一本締め。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お手を拝借。はい。よう。楽しかった。楽しかった。めっちゃ楽しかった。観光総裁に出したいものでもっとなんか勉強してくればよかったと思ったけど。なんか最後の話聞いてて、なんでかわかんないですけど、ひらめいたんですけど、あのずっと音楽のサジェストシステムを作りたいなと思ったんですけど、どうやってデータを取るかってなんかその月が嫌いかって主観的だから、うん、どうしていいだろうって考えてたんですよ。ジーニアスみたいなシステムですか？やってます。まさに音楽情報処理なんですよ。ジーニアスというシステムあるし、まずそれやるのにぶち当たるのが著作権の壁なんです。いやすごい思ったのが、いやその個人に最適化したサジェストシステムを作りたかったんですよ。で今ちょっとやり方思いついて、iTunes のライブラリーの再生回数で、再生回数を予測するアルゴリズムを作ればいけません？要はこの曲を聴いたらどれぐらいの再生数になるだろうみたいなのを出せれば、多いものはもちろん好きってことじゃないですか、うん、でできないかなってちょっと思いましたっていう。結構その時期だけちょっとこれ聴いてるとか、なんかちょいちょいありますよね、興味を持って帰るとか、うん、実はものすごくこのジャンルが好きでも今こっちのジャンルにハマってるみたいな。でも多分長期スパンで撮れば大体平均は撮れますよ。確かに、うん、長期スパンよ。もうなんか高校の頃結構なんかデスメタルとか聞いてたんですけど、今先生嫌ですって感じのあるんじゃないですか。まあでもそれはなんか長いスパンで見た時の声の好きですじゃないですかね。あと今だけで撮るので多分フレームデータのフレーム変えなくていけない。いけそう。いや好き嫌いをどうやって定義するかっていう、日でいいのかみたいな、なんかワンシューベックみたいな感じで、そのなんだろう、その結構長いこう、特徴ベクターを作って、そう、それでもいいと思ってたんだけど、うん、それだと多分ジャンル分けはできるけど好みって多分分けられなくって、多分ジャンルも分けられないと、ジャンルも分けられない、うん、そう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 、好みなんてましてや分けられないですね、うん。曲の分析をしてこの中にこういう要素が あるって
ていう感じでいくならいいと思うんですけど、ジャンルとして定義するのは今の技術だと曲の分析もままなってないですよ、ね、そもそも、ね、どうやって曲を分析してそういう特徴を抽出するかっていう段階で、うん、それをみん な, なんか音楽情報処理士たちは結構延期になってやってる、うん、共鳴とかもすごい難しそうですよね。それも最新情報知りたいです、ね、やっぱそのものじゃなくて曲があるところのページに出てる情報をつけていくしかないような気がする。それ、うん、なんか音楽って広すぎて、うん、なんか扱うことが、でも私もこれが絶対、うん、なんか最新って言っても何種類か、うん、いろんな手法の人たちがいて、うん、ある最新はこうです、うん、でもこういうことが全くできません、うん、ある最新の人たちはこうです、でもこれが全くできません、うん、っていう話しかまだできないです、ね、なるほど。音楽分野はちなみに今すごい妄想なんですけど、うん、小説大陸比ってそれの RNN で曲の特徴量を作れないかって考えてるんですけど、まず小説をどう取るかから始まると思うんですね。そうですね、はい、そう要はビートの小説が取れたとして、うん、取れたとしてどうなるんですかね。できると思いますけど、その結果を、うん、でもその出た結果を人間がどう捉えるかっていうのはまた別の話になってくるん で、ね、やってみないとわからない。そうだから今すごくやりたいのがあのディープドリームみたいに、うん、元曲となんか自分が好きな雰囲気の曲を合わせるとその雰囲気になって元の曲を出してくれるっていうものを作りたくて、それもできそうな、なんかそれはできる、楽曲の演算みたいなのは結構前にやってる人がいて、まあ、ただそれは著作権もだしやって結果それがやってみましたみたいな状態なんですよ、うん、うまくいきましたってわけじゃない、うまくいったっていうのをどう誰がどう評価するかみたいなところになってきて、だから結局論文になってないんですよ、できないんですよ、難しくて。それちょっと教えてください。これいいですか。送りください。っていうか、あの、まとめスラック、スラックに入ってください。スラックに入ってください。スラックあるんですか。若手の会入ってないですよ。じゃあ今追加します。お願いします。